アビシニアジャッカルは、食肉目犬飼いの属に分類される、食肉類。別名アビシニア狼、エチオピア狼、シミエンジャッカル。エチオピア模式標本の産地は、シミエン産地。種商名シメンシスは、シミエン産のノイで、シミエン産地に由来する。体長ス92.8から101センチメートル、メス84.1から96センチメートル。 お長27から39.6センチメートル。体長の約25%と族内では短い。体高45から60センチメートル。体重オス14.2から19.3キログラム。メス11.2から14.2キログラム。背面の毛衣は赤大色や赤葛色。喉、胸部、腹部の毛衣は白や泡かし色で全胸部に。 暗色の横帯が2本入る。尾の先端は黒く、基部覆面は白い。次回の先端は尖る。次回には黒い斑紋が入る。糞は細長い。死は細長い。糞は細長いが、眼下が後方に位置しようが短いことから、犬族内では本種のみで、アビシニアジャッカルア族、シメニアを構成する説もあった。形状からジャッカルに近いと思われていたが、 最新の DNA 検査で狼に近いことが分かった。2005年現在は、以下の2ア種に分ける説がある。標高3000から4400メートルにある双本の竹が25センチメートル以下の湿原に生息する。傾斜は、緩やかか平坦で土壌が深く水分の多く含まれた草の竹が短く開けた環境を好む。もともとは低地にも生息していたとされる。単独やペア。 小規模な家族群を形成し生活する。群れは3から13匹中高生だが、人間の影響から夜間に活動する。繁殖期以外は、巣穴は利用せず、夜は開けた場所で単独もしくは集団で休む。植生は、動物食で、ベール産地では主にエチオピア大竹ネズミタシュリクッツ、マクロケファルスキボシブラシネズミルフェーブリーミス。 フラワプンクタタスクロツメブラシネズミルフェーブリーミス、メロナニックス東アブカローネズミアターミスチュープス、ヤマサバンナネズミアアビギャンシスブリッキーなどのゲ種シ類、エチオピアのウサギリーパスストルッキーを食べるが、鳥類のヒナや卵を食べることもありケープハイラックス、マウンテンニアラの幼獣を食べた例もある。リードバック属の幼獣、動物の死骸なども食べることもある。個の,の物調査では、 食生の95.8%を、月種類が占め、エチオピアオ竹タケネズミ、クロツメブラシネズミ、ヤマサバンナネズミの3種で86.6%を占めるという報告例がある。エチオピアオ竹タケネズミは主要な獲物で、それらがいない環境では、アフリカタケネズミ、タシュリクッツスプレンデンズも食べる。聴覚を使い、巣穴の中にいる獲物を探し捕食する。主に単独で狩りを行うが、 群れで玉ひずめ類の幼獣や子羊、ウサギを狩ることもある。繁殖形態は耐性。妊娠期間は60から62日。1翌一1月に地面に掘った巣穴や岩の隙間などで1回に2から6匹の幼獣を産む。生後2年で生成熟する。野生下では12年の生存記録があるが、寿命は8から10年と考えられている。生息地に住むオロモジンによる故障は、 ジャダラファーダという。開発による生息地の破壊、過放牧による獲物の減少、犬との競合及び狂犬病、犬ジステンパーなどの感染症の伝播などにより、生息数は激減している。犬との交雑による遺伝子汚染も懸念されている。ミトコドリア DNA 制御領域の解析から、ベール産地西部では、交雑個体が見られる。 1974年から法的に保護の対象とされているが、具体的な保護策は取られていない。ベール山地の生息地はベール国立公園、シミエン山地の生息地はシミエン国立公園に指定されている。1992年における群れの数が12以下で、生息数は340から520匹と推定されている。 ベール国立公園での1990年における生息数は成獣440匹。1992年における生息数は205から270匹と推定されている。日本では特定動物に指定されている。ありがとうございます。